さあ前回ね、めちゃくちゃ死にまくったザ・ラストマンサバイバー。そのおかげで、新しいキャラクターアーチャーもゲットできたので、今回は新キャラを使ってね、やっていって、ハンマーフィスト。吸血鬼というね、一人目のボスがスパイダーで、割と楽勝だったんですけど、二個目のボス二発で殺されてて、そいつだったらやばいなと。ただスキルめっちゃ上がりまして、攻撃はもう最大限上がりました。もう押せないですね。もう上限まで来てます。で、今回アーチャー使っていくんですけど、ダメージは高く、体力は半分か。半分しかないね。ダメージエリアが広いので、足速くすれば安全圏から撃てるかなと。で、装備とかも共通なので、攻撃範囲が 20% 広がる。ヘルメットね。で、魔法防御がつく鎧に攻撃速度が上がる手袋。あとはね、まだ買えるっちゃ買えるけど、いいものは買えないので、貯めに行こうというところで、行きます。吸血鬼か。さあ、最初重要なのは、このスキルだね。スキルを取りに行くと。勝手に打て、勝手に。おお、ダメージ105。強いぞ。上げた甲斐もあるね、これね。前回スタート60くらいの近接だったので、範囲も狭ければダメージもないと。で、スキルいろいろ前回試したんですが、今のところ、炎の範囲攻撃がいいのかなっていうところで、ちょっと、新しいの増えてるんで、そこもね、試したいけど。ブロックチャンスあるじゃんね。体力少ないし。防御力、体力低いから、ベースが。そうなるともう、ブロック力同じなんで、これは。キャラ共通なんで、ここで差をつけるしかないか。10%。で、左上がお金で、あ、これ新しいやつだね。前回でも最後にゲットしたやつかな。聖なる光線。どうだろうな、強いか分かんないけど、やってみるか。お、回復ゾーン来ましたね。すごく強いですけど。クールダウン。いや、ブロックチャンス。あー、結構長い感じだね。クールダウン早い方がいいか。それこそ。ウィーン。一周してほしいな。ちょっと足んなくないですか。で、攻撃力はね、足りてんじゃないかな。弓とかそれこそね、狙えるようにしないと。マルチショット1から 1.25 ね。まあ、マルチショットさんは弓の数ですよね。で、左が各パラメータ強化のための資源で、左側アイテムを買うためのお金で、全てが重要なんですけども、どうすっかな。で、経験値取りに行こうかなって思ったけど、経験値出るんですよね、普通に箱から。あ、スタート位置か。あいつを撃て、あいつを撃て。いよいよ。だるい敵をここで撃てる。近接キャラだと厳しかったけど。さあ、これ、1分ごとにバフが手に入るっていうもので、前回分からずにね、ずっといた。そんな場所ですね。いや、こいついいわ。開けて、経験値のやつなら取りに行こうみたいな。1体まで金ないんだ。くそ、あいつうまいな。パイプね。いや、これかなりいいと思う。わ、まずい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 。ここよし、いた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 。ノーブロックか。
右側から出るんだよ、どうしよう。あー、分かんない。痛い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 。どうしようか。ピカパン。痛い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 。おお、素晴らしいけど、じゃあ、 あの祠入ると時間止まるんで、まあ、時間止まるというか、まあ違う戦いが始まるというかね。マルチショット回復か。ナイスブロック。アーチャーの方がなんか苦しくないか。丸ちょっと前提だよね、これかなりね。使っちゃおう。ダメージな気しないんだよな。クールダウンで、ダメージアップ、クールダウン、ブロックチャンス。これ持続時間伸びないのかな。お、来るんかい。じゃあ、ほこら行けたんじゃないの、さっき。ほこら時間で消えましたね。でもないよね。ロック大きいな、なかなか。わ、囲いの方だ。これ時間だったっけ、確か。ちょっとやばくないですか。いや、あーちゃんの方が大変になってるんだけど。もう一回だよ、もう一回、再起動。技が悪かったんじゃないかな。キルでさっきちょっとほこら入らなかったのは痛いね。先に経験値欲しかったんですけど、次はちょっと入ろう。確かに火力は上がった。まあでもこれね、普通に前回のキャラ使ってもベース上げてきてるんで火力は高いんですよ。意味貫通とかつかないのかな。多くの敵を倒せないんだけど、ダメージって意味ないというか、まあ上げとこうかな。当たんないぞ。おい、下手くそ。あいつ倒すか。軽く足りてないっていう感じじゃないんだよね、別に。ブロックじゃなかったな。30% あったさっき、本当に。3% ぐらいじゃなかった。健康に一上げとくけど、まあ、苦しいよね。右上なんかすごいな。いや、炎の壁なんじゃないかな。ちょ、こっち、まあいろいろ試した方がいいか。スキルてか2つ持ちとかできないんですかね。やっぱ常時発動のスキルって今んとこ炎のやつしかないから。ああ、こういう感じか。あ、助かるっちゃ助かるのか。ダメージね。いや、どうだろうな。オオカミには強いのかもしれないね。マルチもちょっと多いけど、貫通とかがないと。で、多分装備品で質関数的に強くするんじゃないかなって思うんで、あんまそっちのレベルアップでは上がんないですよね。マルチか、マルチ。うん、
いと。拾っちゃいましょう。あんまないでしょうね。ワンちゃん一撃なんだね。あの牛が当たんないんだけど一切当たんない、あの牛に。囲まれすぎると狙うのが逆に危ないというか。同じ場所なんだよねそういう感じになってるよ俺。これが当然のような。ここで別々なんですけど、お金ゲットね。でこうマッチ内でお金とかをちゃんと取らないと来た意味ないんですよね。だからさっき別にほぼ取ってないからリトライしましたけど。危ない危ない。ナイスナイス。1個か。スキルに頼ってみようかな。これいける？ちょっと安定です。あ、でもいいね。あ、出た出た。あれいきます。4スパイクス。いや、数いいえ、全然全然。よし。ここは、外の世界の時間から外れてるんで、ここに引きつければいいよね。町ができるな。でもあんま来ないな。消えないんですかねあれね。時間で消えるね。結構長いのかな。クールダウンか。いや、行ったり行ったね。あれで倒しきれれば別に多少伸びても。ここであんま活躍しんかな。後ろから敵来ることは今はない。最後あるけど。39、39。あ、いいねいいね。さっき範囲あったんで基本スキルの方が上げていくべきなのかな。今クールダウン欲しいね。ちょっと遅くしてるので。スパイクス、いいねいいね。後ろから来るよと。いや強くないこの技が強いのかな。まあ相手が売ればいいんでね。おぶね。そこでさ、出た時のこのカオス、出た時カオスマジでやめてほしいね。だいぶだいぶだいぶ。もともと矢に関しては強いから。あの氷も強いわ。炎の範囲と炎の壁か氷スパイク、これいいな。他のやつはちょっと遅すぎて、遅いしちょっと自分助ける的なところで言うとぬるいしね。ああ、当たんのそれ。お前の範囲広くない？くそ、進めね。右に行きたいんだけど。回復ギリまで待ちたいなと。
これはなんだ。まあ囲まれるやつやるんですけど、あいつやればいいのか。やばいやばい、痛い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 。あいつ狙えないのかな。よし、倒したけど、倒したけど終わんないんですよね、このマッチは。あれ、ほら一緒入ってくるよ。まあでも耐えたね。なんかだんだん迫ってくんだよねこれね、多分。ほら迫ってきてます、今止まってますよ。分かりやすい、画面が動いてないから。これもボスインか、これよくわかんない、囲まれるやつ。初めて突破したね。まだわかんないけど、いや怖いよ。まずいまずいまずい。殺す殺意が高すぎる、ちょっとあれに関しては。なんだお金か。逃げよう逃げよう逃げよう。だいぶ死ぬ。回復とお金、お金から取るか。痛い痛い痛い。速度かな。復活した。危ない、どこに行こうか。痛い。回復は1000遠いね。あ、まだあるね、1秒。でも体力的には問題ないから、いいや。速度、スパイク数、増やすか。氷もっともっともっと出てほしいな。一応回復の方に向かってみています。途中も引けるは引けるので。お、いいね、1だよねこれね。稼ぎにはならんかな。箱からワンチャン経験値ないかなっていうことで。
悪くないね。これは来たんじゃないの。雲です。氷だいぶ効くと思う。バフゲットしよう。これ死んでる。くそ。これはアーチャーの方が強いのかな。足は変わんないね。でこの次のキャラでしょ。グローブは移動もこれ売ります。325、珍しい物理的な鎧。足ブロックチャンス 15% いいんじゃないの。よいしょ、一回ね変えときましょうよ。でさっきのスキルの使用頻度とか上げとけばよかったと思うんですけど、ピックアップ範囲、経験値、スキルダメージ 10%、 スキルの使用頻度 10%、 スキルの使用頻度 HP かな。お、上がりました。最後ね特殊なやつかけど、あれなんならちょっと余ってますから余裕まであります。進化した戦士見せましょうよ。スキル何引くかだね。うわ88ダメージ。まあ火力は落ちますね。落ちるけども範囲が広がった際の攻撃数が多いので、こっちのが当たる敵数は。ほらダブルだよ。ほら健康スタート600。さっき300くらいないか、まあ、上げたとはいえね。ボスの攻撃足が遅いんだよね、こっち多分。それが一番響いてそうな気がするんだけど、ボス対策何がいいんだろう。ボス狙って遠距離攻撃できるの方が倒しやすいと思うんですけど、さっきバフを取ろうと後ろからね殺されちゃったので、戦士ならそんなことなかったんですけど。ブロックチャンス、いやブロックチャンスだ。あれ 20%2% なんじゃない実は。これ、ね、こっちはやっぱり前回の再来です。前回これダメージが出なかったんです全然。それが、これダメージ取ろう、ダメージ。早めに取りましょう。大ブロック。これ、攻撃頻度上がるでいいのかな。いや、ちょっとやめとくか。やめ、欲しいは欲しいけど。もうちょっと広がれば、なんでもなるんで。斧が剣をね、届かせないと。で、ブロックも上げて。ブロック40とかまでいけば、さすがに使えるでしょ。回復、全回復。なんだこれ。あ、なんか、いてはね、前人みたいな。お前ちょっとついてってみる。落としてくれるんですよ。回復か。回復でした。サークル数。サークル数はもう範囲みたいなもんだよね。ダメージエリアロックチャンス 30%。 ピックアップ範囲取りますか。てか倒しきれないんだ90ダメージで。
火力の差やっぱ感じるな。炎と出合わせればいけるけど、いいね。サークルスで必ずアイテム拾ってしっかりとねやっていくとして、100ダメージまで上げれば、いやダメージいきます、13ダメージ。さあここでしっかりアイテムを拾っていく。でちょっと資源取れてないかな今。この中に引き込んでおけば、そんな苦戦はしないと。サークル数。余裕ですね。早い敵だけちょっとネックだけど、これと睡眠が一番いいかもしんないね。他のなんか微妙だな。氷多少良かったけどクールダウンがどうしても気になったかなと。さあ無限に湧いていくんならレベル上げれんじゃないかなそんな気しない。ちょっともしかしてこう無限レベルアップゾーンかもしれない。終わりか、あれを取る前ならみたいなことない、ないか、ないな、ないですね。行きましょう。これ近づくと敵出てくるんですけど、弓の方が強いな。スパイクの方が多分ダメージは出るよね。ただクールダウンがネックなだけで。お鎧だ。いやいやいや、さっきの状況からか、クソすぎるってあれブロックやっぱ出ないな。 30%3 連続で出てもおかしくないんですけど、 30% なら確率は低いけど、事象としては全然あり得る。3連続出てない方がまあ圧倒的に高いですけど、もうちょいな、キンキンしてほしいですよね。ひたすら上がってってるから。85、いやばいやばい、何あいつダメージおかしいってアヒロのサイズ、ダメージ2段階ですね今回ね。あの狼をねすぐ殺せるにしたいな。またこれか、ロック。
次は誰だ。いや倒さなくてもいいんだけど、次おダメージダメージ、あーもうブロック 40%、 いや170、やばい、強っ。ボスの火力えげつないんだけど、体力600とかしかないのに170、狂ってないか。ザコとの差がすごいな。26、まあでも基本高いかダメージ。アーチャーとかでは26で1割削られる。171発で半分以上か。ボスの攻撃耐えらんないな。ブロックが高いからそこかな。この遅延の意味がわからん。なぜまだ戦わないといけない。回復しようか。これの次ボスだから、この時間何これ。何時間。あ、めっちゃブロック出て、ナイスナイスナイス。で空爆がやばいと。空爆当たっちゃいけない。ブロック、ナイスブロック。あ、そうか、今足もあるからめっちゃブロック高いな。あ、でもそれはでも元々あるもんね。今まで30なら行ったことありますけど、35こんなに変わるのかと。サークル数、サークルファイヤー、ナイスブロック。自分狙おうかな。雑魚なら勝手に死ぬ。オオカミがな、本当に勝手に死んでるじゃないけど。お、いないんじゃん。これがね、必須のアイテムですね。最後に落ちるやつ。さあ、ここで一気に火の輪を上げちゃいたい。ないわ。あとはボスか。あと1本ですかね。勝手に朽ち果てていく。この超安全圏から弓打つのもいいな。火の輪行ったかな。火の輪ね。で、まあ敵来るし回復の方寄っとこうかなというので、
じわじわ行ってますけど、遠いわ。来るぞボス。基本火力がえげつないな。足足足。どっち当たっても痛いんだけど。雑魚の攻撃なら全然死なない。すぐには。ほら。よし。あ、これさ、どうしよう。アイススパイク全然ありだよね。安全で言うと。最も近い敵に隕石降ってきてもしょうがない気するよね。狼か。でもヘイト集める狼な。狼狙ってくれるんですけど、そういうことはないか。いてくれることがね。ブロック上げとくか。体力よりおーいいね。総力戦用穴多いやつ味方に見えるわ。やめてほしいな。前回負けた吸血鬼かと思われる相手ね。あとはそいつの激戦。あ、カウント、あ、増えるけどね。1回あたりのカウントかな。あ、1回あたりのカウントだ。おすご、これは来たぞ。長い。あと正直お金かな。次のボスまでそんな危険はないか。今前回僕が300ダメージ食らってたんで、今770でしょ。2回は耐えてる。お、行こう行こう行こう。これさ、直前の状況を保存するからちょっとやばいよね。空爆されて始まるのかな次。いけいけいけ。前は任せたぞ。オッケー、いよいよ。体力はこれオーバーがあるから、ちょっと取りに行ってもいいね。何もなくなりましたけど。ナイス。
つえ。ブーツね。まあ、売ればいいんで。あ、空爆されないといけない。ああ、されてる。危ない。いよいよ。高級クールダウン。あー、いや、じゃあエリアでいいや。炎の壁欲しいな、新しいの。数でも何でもいいよ、もう出てくれれば最高なんだけど。お前ら任した。お前らの壁。敵がいても分かんないよな。何かがあります。何もないですね。あ、何これ、2回目来た。あいつは吸血鬼じゃないよな。地下にいるグールがいっぱいいるんだけど、地下の洞窟のか分かんない。地下ではないか。ポータルで行くよ。勝ったあいつ。あ、ボスか。みんながやられていく一瞬で。狙っておこう。他はなんとかなると思う。574。これなんでそのダメージで。まずいって。はい、大丈夫。狭い狭い狭い。あいつ以外の攻撃は受けてもいいけど。あ、ちょ、回復使おうか。もうじき消えるかな。よし、ナイスブロック。狙ってるの助かるよ。ブロック 40%。ついてんなんの。こんだけ与えて。化け物好きだあいつ。死ぬからね。やばい。
よし倒した。あいつは何だったんだ一体。場所はあんまなんもないし、6チャンス 45% だいぶだけどな。あと11分か。でもだいぶ生き延びてるよ。危ねえ。回復しに行こう。あいつから100ダメージくらい食らうんで。ナイス、勝手に凍った。足早くしよう。79。よし回復、一発分くらい回復。狼のようなあいつがいるんだけど。あ、回復ゾーン来た。助かる。まだ入れるよな。何なんだろうね。体力もでもボスにもう瞬殺されてたからあんま関係ないんだろうな。もう普通に500ダメージ食らうんだもんね。ボスからそら死ぬか。いや体力10発上がってくんならね、レベルで分かるんだけど。わあ、あれそうじゃないの。ヤバめのボス来たんじゃない。ちょっと今何をあげようか。魔法なのかな、わかんないな。そこであげるか。いや、もうちょっと炎の壁関係出なさすぎでしょ。一番大事だと思うんだけど。狼見ることは間違いなくありがたいんで、ここむずいよ。お、バフ来た。バフブロック、ブロック分からん。まんまダメージが減んのかな。こいつ吸血鬼っぽくない。王道な感じはしないけどさ。狙わないでいこう。で、追えば逃げるし、追わなければ追ってくるんで、そっちに任せようかな。出た。やばい、痛い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 。あいつの元いけないよこんなの。アカウント3カウント。あいつの攻撃値はしょぼいんだけど。来い、ダメージアップ狙いたいな。これで
スガメか。総合的なダメージかって痛い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 。あ、これリロールないの。ちょっとなんか出てるね。今行っちゃうか。残り6分半ゲーム時間でいうと、1回3匹出てくるんでクールダウンがね早くできれば最高なんだけど、これ6分待った方がな絶対いいよね。より勝ちたいんであれば。また待つか6分。回復回復です回復。あと6分半なんでこのまま出ちゃうと、ほんと終わり際にしか回復できないから、まあでも、1回だけ使えるねとはいえゲーム中で。近づききってないのか。お前いっぱい出てくるの外で。もうここのやつでもないわ。君なんていくらでもいるんだよ外の世界に。ザコめ待ちます。6分間さあ行こう最後の戦いへ。おおおお、新しい技が出てるよね。遠距離攻撃あれ絶対魔法だよな。どうやって相手に近づけと言うんだこの状況で届かないよ。やるしかない。無理無理無理。見たことない敵増えてる。どんどん綺麗綺麗綺麗。今で引かなくても。いいよ。敵いない敵いない敵いない。あんまなんか敵いなくなってきた。届く届く届く。いけるいける。削れてる削れてる。お待て待て待て。ああやべ、渡る撃ち殺した。前回の死因がいった。ああもう死んでる。もう死んでるぞほとんどいやあの銃強すぎるってちょっと。